I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me. 今言った心の企業の社長じゃなくてもいいです。会社から許可を得て誰か偉い方とコラボしたいなと。コラボマジすごいから、こんだけハードル上げても絶対に超えてくると思う。明日出します。はい、はい、私は学習塾ステップ代表取締役社長の遠藤陽介と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、僕は講師をしていたじゃなくて、はい、塾長も兼ねているので、はい、週5フルっていうわけにはいかないんですけど、補習を含めると週3日は今も授業してるんです。3日ですか。3日、補習も含めて授業してます。今日も、今この撮影している今日も夜この後授業あります。なるほど。そうなんです。もうこの後タマプラザスクール行きます。あ、マジです。結構ぽいですね、タマプラザスクールのみんな見てる。で、ステップって水乱特訓講座ってあるんですけど、はいはい、あの水乱特訓講座も英語の授業僕がしてます。水乱のナンバーワンの学術機は、うん、はい、遠藤社長の力も、いやいや、まあそんなことはないですけど、8割ぐらい働いてる。いやいやいや、そんな全然なんですけど。でも、やっぱりやりたいんで授業。あ、そう、なるほど、そうなりますよね。そうなりますよ。もう教師として入社したら全員授業はやってます。じゃあもう本当に定年退職するまでずっと教師であり先生である。そうです。会長の達井も62まで授業してます。結構されてましたね。そうです。もう平野さんも知ってると思いますけど、ステップって営業しないの。はい、知ってます。もういい授業をすることがもう何よりの営業のところがあるわけです。教師職は教師、うんうん、で、あとは教材を作る部署、教材研究は教材研究部っていう部署がやってて、おお、あと神奈川県って特色検査あるじゃないですか。ありますね。特色検査の研究とか特色検査模試を作るのは特色検査対策チームとかっていう風に、部署が専門性に特化して仕事してるっていうのがやっぱり強みなのかなって。なるほど、なるほど。今年でステップって47年目突入するんですけど、はいはい、長い間培われたやっぱり信頼ですよね。そうですよね。そこだと思います。ブランド名を変えて、うん、ステップとかじゃなくて全然違う名前にして、うん、ストップみたいな。ストップだとまずい気がしますけど、ジャンプとかそういうやつ、ね、そう、東京に出して、うん、総計の付属高校専門塾を出すみたいな構想とか、なるほど、そういう話が過去あった、実は未来にあるみたいな、なるほど、話とかないのかなと。それ今日せっかくなんで YouTube 出させてもらったんで、こうやってね出ていただいてるんですけどね。思い切って今日1000円しちゃおうかなって思う。おう、ほう、ここで初出しで、初出しで初出しなのかな。ステップはですね、はい、神奈川県外ずっと出ません。なるほど、出ないんです。出ないです。もう、なるほど、全く出ないです。もう完全に宣言されました。もう宣言して。だってまだまだ神奈川県内でやり残してることがたくさんありますもん。最後になんで僕とコラボしてくれたのかなっていう。それは理由は簡単ですよ。だってもう見てましたもん、ステップの倒し方とか。はいはいはい。なんか呼びかけたじゃないですか。呼びかけてくれたじゃないですか。誰かコラボしてくれますか。そう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 。で、あれを見て、おー、もうこれ呼びかけてるから行かなきゃと思ってお願いして、早く平野さんと連絡取って。あ、そうですね。それで連絡取ってもらって。遠藤社長からその言われたんですね。そうです、そうです。あ、そうなんですね。そうです。株式会社学びエイドの広正と申します。ここの代表をやってます。ありがとうございます。もともと僕が東進ハイスクールっていう、予備校で予備校講師をしてたんです。はい、東進の時には映像授業の講師でもあったので、映像授業の配信のサービスをやってますね。なるほど。武田塾さんなんかでも2017年からちょっとずつちょっとずつ使っていって、いよいよじゃあ導入全部していこうかっていう風になっていくっていう感じですね。すごく高いのが東進ハイスクールだと思いますね。確かに面白い先生とか面白い授業やってるイメージはめちゃくちゃありますね。ありますよね。で、例えば東進ハイスクールって、あの林修先生って僕の同期だったんですけど、なるほど。で、林修先生がなんで現代文やったかと、もともと英語の先生で入っていて。そうですね。そうで、2年目数学の先生やってたんですよ。ほう。で、3年目になって現代文やってるんですけど、なんで英語の先生にならなかったのかとなると、その当時だとちょっと古いんですけど、金ピカ先生がいました。佐藤忠先生っていう先生がいたんですね、福崎先生とか、はいはいはい、あとは永田先生、達蔵、はい、先生ですね。そうです。宮崎孫先生とか、はい、安河内先生、はい、で、そういうメンバーがいるんで、そこに林先生入れないんですよ。
なるほど、うん、つまり林先生でも入れない。すごいメンツですもんね。予備校業界の重鎮が揃ってますよね。ということはいわゆるそういうレベルで東進ってずっと昔から強いんですよね、うんうん、だからこの東進ハイスクールっていうものに対してうちはですねともかく面白くないよね社長自らあんまり自分のところの映像授業面白くないっていうのってなかなかすごいことだと思いますけどね。でもこのねこの右側のゾーンに行って東進に勝てるってところはもうないし、ここをやめた方がいいと。毎回90分なわけないじゃないですか、うん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 、これは60分でいいとか、ここは75分とか、ここは120分ってなるはずじゃないですか。内容が多い少ないはあるはず。確かにそうですね。だけど90分ってなんで枠になってるのかっていう、これ大人の事情以外にあるそうですね、大人の事情ですね。大人の事情なんです。でこういうのは無駄があるっていうのは僕がやってて思う。ちょっと長いですよね助動詞で90分いらないかな。僕も英語の先生なんで分かりますけど、ちょっと長いですよね。どう頑張っても30分あれば、うん、確かにね。だとすれば東進ハイスクールで90分でやってます、河合塾で90分でやってますっていう内容って、うん、本当に無駄をそぎ落としたら、うん、僕の場合はその電子辞書的な映像授業っていうのが大事と思ってます。なるほど。分かんないなと思った時、平野先生すいません、この関係福祉のアズが分からないんですけど、うん、っていうふうに聞くより、うん、ここでピピ関係福祉アズって調べれば、うん、5秒以内で河合の先生とか東進の先生が教えてくれるっていう夢のようなサービスができるはずなんで、そうですね。でそれを実現したものになります。なるほど、はい、株式会社 SRJ 代表取締役堀川直人と申します。株式会社ウィザスの取締役も兼任しております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。無謀な塾の社長シリーズっていうのをやってたんですけど、はいはい、まさか2社目3社目と登場していると思わなくていや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 ちょうど知り合ったのが6月の9日1ヶ月ぐらい前なんですよ。そうですよね、はい、実はその時本当ごめんなさい、教育百貨店って僕知らなかったんですね。あ、なるほど。オファーいただいて正直軽い気持ちでまあいいかなってちょっと思ったんです。まあたまたまその知人を介して同じ店でばったり出会って、えー YouTube やってんのっていう感じで、ただまあ誰も見てないかなってちょっと軽い気持ちでお引き受けしたら、途端ですねいろんな方からミサスの倒し方こんなん出てましたよと、これも社内からも社外からもバンバン言われて、今度これ出るんやけどなみたいなオファーいただいてから1ヶ月間緊張して無理を迎えました。今も緊張してます。よう研究してるねと。まあ財務状況とかいろいろ IR とかも全部あれ調べられたり、本当に感心しました。企業は安定してると、まあ、それは本当にありがたいんですけども、ただ社員はねその安定してることに対してほとんどの社員は現場で必死に指導してます。そういうのにあぐらかいてる社員ではないと。なるほど。いうことはちょっとだけ、まあ、申し上げたいなと思います。はい、大企業ではありますが、はい、大企業病みたいなのにもかかってなくて、はい、ちゃんと社員は現場で必死にやってる。必死ですよ、必死のパッチですよ。なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあその懸念はなかったということで、はい、分かりました、はい、すいませんでした、はい、ありがとうございました。価格のポテンシャルっていうのはもっともっとその我々も追求していきたいというのが強みですね。なるほど、はい、今ウィザスの目指している一つが、今大セミナールから第一学院あるいはその次の大学に向けた小中高大のこの16年間の一貫教育みたいなものを、これ多分日本で手掛けてるところまだないんで、新潟産業大学とまあ提携したマナガラというネットの大学っていうのを、これとその第一学院や第一セミナールのいろんなノウハウ、しかもそこに関わってる全国の民間教育や学習塾のネットワークと、これをつなげることができれば今までにない新しいその総合教育機関としての進化を発揮できるんじゃないかなと。なるほど。まあ思ってますので、まあ、ちょっと非常に壮大なビジョンですけども、そういうことをこれから皆さん方と学習塾の皆さんだけじゃなくて、いろんなその民間教育の皆さんと一緒にそのプラットフォームを作って、そういうビジョンを、まあ、共にまさにウィズアスです、うん、なるほど、はい、という思いでおります。なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。発表が凄まじくて、私本当にそれがびっくりして、今登録者数何名？4500人ぐらいです。4500人。 YouTube って儲かるの？儲かります。じゃあその儲かったお金でさ、はい、ちょっとまたなんかご馳走してる。あ、分かりました。
YouTube デビューだ。これ使いますよ。総営グループ株式会社総営コーポレーション代表取締役の豊川忠則と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。県下に107校舎、約1万人の生徒さんに通っていただいている学習塾です。はい、ありがとうございます。個別等の良さというのは、その子に合わせて丁寧に教えられることだと思うんですけども、実はこのことこそが個別指導の問題だというふうに我々は考えています。個別指導の弱点なんですけども、うん、子供が甘えるんですよね。先生先生、わかんないわかんない、先生今日も全然やる気起こんない。なるほど。ありがちですね。はいはい、子供はね、やっぱり依存体質になりがちなんですよ、うん、講師側もですね、子供に合わせるということが行き過ぎて、子供に迎合しすぎてしまうんですね。この子のペースで勉強を進められる、一分すると素晴らしいことなんですけども、本当にその子のペースに合わせてやっていていいのかという問題があります。学校のペースもあります、うん、本来受験の準備するべきペースがあるわけですね、うん、実は子供のペースに合わせすぎてはいけないということが絶対条件としてある中で、うん、この個別指導というのの良さがですね、時に個別指導の弱点になり得ているということを我々はこの指導の現場で痛いことですね、痛感してきたわけです、うん、個別指導でありながらしっかりと受験を見据えた5科目の指導ができる塾作り、うん、まあ、ここをまず一つ、はい、うん、やってまいりました。なるほど。我々は子供を自立させる1対4もしくは1対3の個別指導を実施しています。しっかりと子供が自ら考えて自立できるような授業をするにはどうすればいいのかということを考えてき、この1対3、1対4という総合ゼミナール方式の個別指導が出来上がっていったという経緯があります。どうしたら子供が勉強できるようになるのか、そしてその学習をした後に子供たちの中に何が培われるのかということを考えたときに、子供が自らの力で学ぶことっていうのが非常に大切だというふうに考えています。でそのことを徹底的にこう考え抜いていった結果として、講師が介入しすぎてはいけないということ、このことは非常に我々は大きなポイントだというふうに考えています。過剰に教えるということはむしろ子どもの学習を阻害するというふうに考えています。なので株式会社スタディカンパニー代表取締役社長小笠原博子と申します。皆様には5分単語語録という本をですね、出版社としてスタディカンパニーはご存知じゃないかというふうに思います。どちらかというとゴロゴネット編集長を来たということで、ここが分かりやすいかなというふうに思います。一番古いゴロゴちょっと教えてもらってもいいですか。こちらですね、こちら、はい、東進ブックスから出ています CD 付きゴロで覚える古文単語ゴロ513ゴロゴ13という名前になっています。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとアップでね、これですね。はい。はい、ありがとうございます。カバーは、斉藤隆夫先生のゴルゴ13、うん、ですね。ですね、はい。はい、ありがとうございます。はい。で、僕世代、ちょっと年齢不詳なんですけど、僕世代って一番、はい、あ、これ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 ってなったのはこれですね。そうですね、いわゆる僕たち受験生に出てたのがこれでして、お使いいただきありがとうございます、はい、これですね、はい、これがですね、はい、名古屋高島屋の上に三省堂っていう本屋さんと、はい、もうそこにですねジュワーッと並んでまして、はい、もうすごい記憶があります。ゴロゴネットさん、はい、事件がありましたよね。そうですね、はい、まあ通称ゴロゴ事件そうですね、はい、ですけども、ものすごい被害ものすごい被害をこう思った、なるほど、はい、ということで、まあ、そこでも一瞬で何千万、うん、今後売れる予定があったのが全部負債になりましたので、まあ、そこまで見通して、まあ、置きたいとやったのはですね、やっぱコンテンツは守りたいというところがまず一番だったんですね、うん、板の方を説得して著作権を全部ですね、渡したのを、譲渡させました、うん、存続できる投資家でついて、と言ってもですね、まあ、必要以上にちょっと長い時間かかってしまったんですけども、まあ、その9月に、まあ、やっとその新しいの新語ロゴが出せるようになったという、今、段階です。はぁ、はい、なるほど。じゃあ、皆さんこんにちは、株式会社国大セミナー執行役員、株式会社ドリームプラネット取締役社長の高井康介です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ついに社長になられましたね、はいはい、本当ですよねこのシリーズが始まった時は全くね、社長のシリーズ面白いねってね、自分が社長になるなんてことはもちろんね全く
考えてもらったんですからね。高井さん、ちょっとこういう国大セミナーで常務とかなってくんないかなと思ったらまさかの国大セミナーのグループ会社、そうですね、グループ会社ですね、のドリームプラネットというところで、はい、社長になってしまったと。そうなんですよね。と言いつもですね、はい、話してほしい内容は国大セミナーに関してです。はい。ですので、じゃあまず国大セミナーの特徴、はい、と言いますか、はい、概要を教えてください。国大セミナーはですね、まあ、学習塾なんですけども、主にですね、まあ、高校受験、それから中学受験、まあ、もちろんね、大学受験の方も対応はして、いるんですけども、直営でですね、約120校舎ですね、まあ、首都圏、それからまあ東海関西エリアというところで出展をさせていただいております。創業、そうですね、まあ、35年をまあ超えておりまして、メインとなりますのは一クラス6人のグループ学習というものなんですね。あの、こう一つのチームにしていくというイメージを持つと分かるかもしれませんけども、小学校とか中学校の給食の班ってイメージありますね。だいたい 5,6 人ですか。はい。で、それがですね、まあ一つの何かこうプロジェクトチームを作る人数なんかでも、だいたい企業とかでもよくそういった人数になるんですけども、まあ、我々国大セミナーはそのまあ一クラス6人ということで、チームで一つの目標に向かってね、頑張っていく、うん、ですから講師は、そのまあチームリーダー、子どもたちをこう率いていく、そういったまあコンセプトで、まあ、L 字型、アルファベットの大文字のこう L という形ですね、に生徒さんこうお座りいただいて、一番前にお座りいただき、そしてこう発問という形で、我々講師が質問をして、それに子どもたちがこう答えながら解説をしながら、その後にこう演習はこう個別対応していくというような、これをグループ学習というふうに我々は呼んでおるんですけども、はい、一つは、まあ、120店舗を全て直営でやってるというところが差別化要因の一つかなというところではあります、まあ、もちろんね、これフランチャイズが悪いって言ったわけじゃないんですけども、まあ、こう6人制のグループ学習というのは他にないんですね、ですから、まあ、そこに連動する話にはなりますけども、考え方を浸透させていったり、同じこう仕組みでやっていくという意味では、まあ、我々はこう直営という形をとっていると。一つは採用の基準の部分ですね。私自身も執行役員としてはこう人材担当ではあるんですけども、でこう採用するときに、やはりこう子どもたちとのコミュニケーションっていうところをまあ重視するんですね。ですから、いろんな塾がありますよね、ありますけども、我々としましては、例えばまあ学歴も重視しないわけじゃないですけども、本当のその人のポテンシャルという部分の見極めというところを重視しているので、あまりこう先入観にとらわれないような採用をしているというところも一つの強みかなというふうには考えていますね。なるほど、分かります。正規コミュニティグループで、株式会社正規を中心に、4社で構成されています。名前は佐々木義和代表取締役社長ですが、ちょっとその社長と呼ばれるのに抵抗があるので、代表というふうに呼んでもらうようにしています。で、辞めるときに退職届読みますよね、うん、そうすると10人いたら9人までがこの2つのことを書いてるんですね、うん、1つはついていけない、うん、でもう1つがクラブと両立できない、うん、でそれを読みながら、彼らにちゃんとふさわしいものを提供することができてない、うん、で会議するんですよ。そしたら当然全部一斉指導でバリバリやってる人たちですから、個別指導、こんなことしたら一斉指導ますます集中して勉強しなくなるじゃないですかって、うん、全員反対されたんですよ、うんうん、だ仕方がないと言って別会社を立ち上げて、うん、個別指導ですね、うん、でそこでやりだすんですね。何も成績上げるっていうことは、まあ、目標であるけど手段であって、うんうん、目的は自分はどうせダメな人間なんだとか、自分はできないとかっていう子どもたちの自己肯定感の低さを、なんとか個別対応で自分もやったらできるんだっていうね、自信を持ってもらって、自分はダメなんだっていう子どもたちの気持ちを解放していきたいというので個別指導を始めたり、僕は申し訳ないけど土俵が違うと思ってるんですね、うん、土俵が違う、うん、つまり合格実績が何人だってね、あげる、まあ、それは尊いことだけど、我々は合格することが目的じゃないんですよ、うん、次の時代を担う人材人づくりというのをね、うん、理念目的に掲げてますから、うん、いうのは、これは総理官邸でも議論に出ました。日本の中高生の自分はダメな人間だと思ってるかっていうことに対して、はい、うん、7割近くで、韓国で40数%、うん、アメリカでは20数%、中国10%ちょっとあるんですね、うん、だからどう偏差値を上げるかっていうことじゃなくて、どう子どもたちが一人一人自分を肯定して自分もやったらできるっていうものにしているか、痛烈な痛みとしては偏差値や偏差値、そういう成績の輪切り、それも限られたペーパーテストでということに対して、すごい一国民として見たら抵抗感がありましたんで、だからその何々高校に何人、何々大学に何人っていうことは、それはもちろん目標としては尊い
けども、それが全てその子供たちがじゃあ幸せになれるんですか。私今日株式会社声楽社個別指導統括本部関東運営部長の広田慎之介と申します。社長じゃないです。いい、全然よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京で関東で一番偉いのですね。今日は関東の責任者ですね。はい、なので、はい、まあいただいたんですけど、本当にものすごい方ばっかりなので、もうそれ多くで、もう今日の先ほどまで悩んでて断ろうと思ったんですけど、我々声楽社という会社は4つの大きなブランドを保有しています、うん、まあ、改正教育セミナーというクラス指導の、まあ、形態、個別指導のフリーステップ、うん、で、改正保育園という保育園で、最後に、日本語学校というふうな、まあ、改正アカデミー日本語学校というのが正式名称なんですけど、まあ、総合教育企業と思っていただければ、まあ、お分かりかなと。なるほど。はい、ノンストップサービスを提供したいんです。改正教育グループで0歳から大学卒業までずっと我々のサービスでしっかりとした教育を与えにいければなっていうところで、全く嘘をつかない正しいことを実践する塾と思っていただければと思います。例えば、まあ、合格実績であるとか、さまざまな指標が、まあ、塾業界でも問われるんですけど、本当に1人1名の点数アップの、例えば14点アップにしても正しく14点アップと記載しますし、合格者名者数に関してもなんですけど、その方の当然同意が必要なんですけど、きちんと正しいことを正しく伝える、まあ、本当に教育の根幹だと思うんですけど、正しいことを正しく伝えれる世界で、活躍できる人材を育てます。これって学生だけじゃないんですよ、従業員スタッフに対して。なるほど。はい、なのでこの理念っていうのを0歳から18歳という学生以外にもこの理念を通じた上で正しいことをきちんと正しく伝える、いろんな今フリーステップという、まあ、塾以外にも個別指導の塾さんもたくさんあるんで、なかなか差別化っていうところがやっぱり難しいっていうのが昔から言われる個別指導のやっぱり課題というか、抽象的によく面倒見がいい、すごい熱心に日曜日も塾を開けて教えていただけるとか、すごい講師の先生方が情熱的だとか、さまざまな理由があるんですけど、この属人性っていうところを我々はいかに排除しつつ、何か永続的にきちんとした、まあ、我々の方でサービスを、もし例えば社員が異動になっても講師が卒業しても、その地域の方に永続的なサービスが提供できないかなっていうところで、ことシステムっていうところの部分で、我々は実は個別指導の場合のこのシステムを構築するっていうことを実は10年以上前から、かつ研究所という実は研究所を作って、人の力以外の例えばシステムでそれを解決できないのかなっていうのを実はずっとずっと長年研究してまして、それが完成したんですね、関西だけでいいのと。なるほど、そうですよね。はい、それは関東に進出しないわけにはいかないと。そうですよね。逆に株式会社ムーブル代表取締役の矢沢龍之介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やってる塾は、はい、難関私大専門塾マナビズムという、塾とですね、あとはスタディフリークというオンラインの中学生向けの塾をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、始めた当初から、はい、その会いたい YouTube をそのチャンネルやってる人っていうのは、はい、その3人いたんですよ、はい、で1人は小場翔さんなんですね。あ、はいはいはい、でこれコラボできました、はい、で次森田先生、はいはいはい、森田さんコラボできました、はい、あと矢沢さんの、はい、それ打ち合わせの時全然言ってないじゃないですか。動画の中において、はい、その受験を控えた高3生に向かって、結果じゃなくてその頑張ってやってきた、その姿勢が本当に素晴らしいんだみたいな話をされてましたよね。はい、よくしてますね、それは。あれ本当に一音一句同じような感じで、はい、僕も言ってたんですよ。あいや、さ、講師としてありがとうございます。僕は第一受験 の, 英語の先生やってる時に言ったんで、はいはい、意思の疎通を感じてしまって、シンパシーをね、そう感じしまいまして、はい、ぜひいつかコラボしたいなと思ったら、ついに今日コラボできました。ありがとうございます。ありがとうございます。17の時に決めて、で大学生になって、200万円の、自己資金をアルバイトで貯めて、19歳で、その方が持ってらっしゃる塾の、まあ、フランチャイズに加盟して、個別指導の塾を創業するっていうのが19歳だったんですね。ほう、なるほど、はい、早いですね。そうなんですよ。できるだけ早い方がいいかなと思って、
まあ、そこからやっていくにつれてですね、やっぱり個別指導だったら小学生、中学生、高校生、いろんな学年を教えていく中で、どうしても高校生の大学受験っていうところに魅力を感じるようになったんですよね。人生のイベントで、出会う先生とかそこの教育機関っていうのは非常に子どもに対して影響を与えるところだなと、自分自身もそうだったんで、かつその高校生の時に自分はそのカンカン同立を第一望にしてたのにもかかわらず、カンカン同立の専門塾がないというふうに思って、で大学卒業時にそのフランチャイズを脱退して、23、まあ大学卒業とともに学びズムを創業する、でカンカン同立専門塾っていう形で始まったのが学びズムですね。でちょうど今年で10年を10年目になります。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ここは自分の志望する大学に対策しなくてもいいのに聞かされてる時間ってあるじゃないですか、授業時間中に。ああ、まあありますね。ありますよね。自分が行きたい大学の問題形式と全然違う。そうそうそうです。なんで俺これやらないかんのかなみたいな。そうなんですよ。ありますよね、はい、そういう子がですね、多分他にも、いるんじゃないかと思って、カンカンの専門塾にした時に自分の志望校だけの対策ができるように、まあ、カリキュラム設計をするっていうのをコンセプトにしたところが、やっぱり他の塾とは全然違うところかなって思いますね。あ、なるほど、はい、カンカン通り教育戦略株式会社代表取締役社長の松原和樹と申します。よろしくお願いします。はい、露出という意味で一番、まあ有名、まあ、一番か分かんないですけど有名なのは、まあ、受験生版タイガーファンディングかなと僕は思うんですけど。そうですね、現状そこが、はい、一番多いかもしれないです。一番多いかもしれない、はい、一応僕が主催としてやらせていただいてて、はい、今萌哲先生のチャンネルと令和の虎さんの方で月に1回だけですね配信をさせていただいてます。はい、うちの会社で主な授業としてやってますのは、まあ、オンライン家庭教師事業として篠原塾っていうのをやってるんですね。これはまあ、それこそ武田塾さんと同じような仕組みにはなってるんですけど、現状の生徒の学力を診断し、志望校までの最短ルート参考書の使ったカリキュラムを作って、それについてその毎週担当の個別の先生が身長確認して竣工を目指そうという、まあ、オンラインの塾をやっている会社になります。で品質の高い指導を提供するためにもう京大生以外採用しないというところに重きを置いてやっているところがまず特徴の一つです。ほー、すごいですね。やっぱ個別指導の経験がある先生しか採用しないというふうに、はい、でその中でまあ試験を受けていただいて、で個別指導の経験っていうのはすごく大事だと思ってまして、やっぱその学力が低い子が個別指導の塾って来ること多いと思うんですけど、そういう子に対してやっぱ京大生ってやっぱ頭いいですから、うん、自分なりにこう努力してコミュニケーション力開発して分かりやすく教えられる、そういう素養がある先生をまず採用して、そしてその先生たちに弊社の独自メソッドを教えていくっていうところに動きを入れています。その塾の人事にいたことあるんですけど、はい、結構その高学歴の子って集めるのも大変じゃないですか。そうですね、特に京大の方なんかは情報がわからない塾にはなかなか来ないというのがあるので、うん、最初その本当に最初はチラシから始まったんですけども、なんとか来てくれる先生たちにいい職場環境を提供して、まあ、いかにうちが仕事しやすくてクリーンかっていうのを認識させつつ、ちょっと紹介してよとか、うんうん、そういう素養を作ったところにまた広告を出して、あそこ知ってるよみたいな感じで徐々にこう広げていって、今一応130名ぐらいに在籍していただいてる。うちは基本的に広告費はゼロにしよう、 YouTube とか SNS で配信をして、うんうん、その配信を見て来ていただく生徒さんだけ受け入れようと、そうすることで月謝を安く抑え、そして先生たちにも他の塾よりは高単価な時給を提供できる、広告費を削減して、まあ、そういう原資にしたいなというところも最初からですね意識して運営してまして、それこにお金を使ってコンテンツを作るっていうのはコストじゃなくて資産になるなと思ったので、 YouTube っていうのはそのコンテンツですよね、はい、先ほどおっしゃいましたけど、はい、資産なんですよね。そうですね、消えてなくならない、はい、不動産、しかも管理費じゃない、ね、まず皆さん本当に特に個人塾の方は、はい、YouTube の作るハードル低いと思うので、とにかくぜひ作ってみてください。はい、はい、I said I'm leaving, you said I'm staying, and I said I hate me, you said what I created, I said I'm broken, you said I'm healing, so step out into the world that I made just for you, and my world is bigger than yours.
For love.